皆さんこんにちは。匿名希望でございます。ゼノギアス実況パート18回目、始めていきたいと思います。前回パート17ではバルとシタン、フェイの3名で、マルグレーで奪還作戦を行うためにアベに向かおう、そしてアベの城下町ブレイダブリクに着いた後、画面左下の紫色のおばさんのおすすめでホテルに行くと、ニサンっていう、まあ、地域の、ニサン聖教っていう宗教があるんですね。そこから、マルグレーテを救出するために来た、シスターと、出会って、でシスターの話によると、どうやらマルグレーテはお城の天守閣に囚われているっていうところまで分かった。でお城に忍び込まないといけないんだけど、どうやって忍び込もうかって考えてるところまで来ましたね。痛い、失礼しました。なので、今度はこの街をいろいろ回ってどうやって侵入しようかなっていう、案を練ろうと思います。まあ普通に探索をしていきましょう。といろいろ買い物はしたから、そうね、イベントを見ていこうね。いらっしゃい、祭り会場に行くのかい？そう。大きな声じゃ言えないけどね、建国500年の記念のお祭りなのにあまり盛り上ちょっとあんた、隠した商品を出しな。すぐに出せば親には黙っといてやるよ。おばさん何言ってんの、何も隠してなんかないよ、回ってみせようか。ほら、おかしいね。早い早いよ、セリフが、前回からセリフが早いよ。なんかアラジンでこういうシーンがあったね。さあどこに逃げたかというと、こうこうグググググっと通っていって、ここ、あんたには関係ないでしょ。何おじさん、あんたが私たちを食べさせてくれるっていうの。ああ、へえ、それじゃ1000ゴールド貸してよ。いいよ。あ、ありがとう、お兄さん、いい人ね。うん、頑張って。ここでね、お金を渡しておくと、実はあのイベントが進むとこの町に肉屋ができてですね、なんとこの子たちがそのお店を運営してる。で、土の子の肉とか安く買えるんですよ。あ、でこの少年はですね、ゼノギアス三大バッジというものがありまして、パート4で手に入れたじゃんけん王の証、じゃんけんバッジ、それに続く、バッジ、かくれんぼバッジっていうものが手に入ります。でそのかくれんぼの対戦相手がこの男の子。じゃあ、やっていきましょうか。やる。さでと最初はどこだっけな。でこれやるっていうと、お店に入ったり、こうマップ、ワールドマップに出たりって、こう画面が切り替わると、次の隠れ場所に移動しているっていう、そういうシステムです。ちょっとずつ見つけていきましょうね。ではかくれんぼの、子供を探しながらいろいろ回っていきましょう。まずは町の左側、ここがね、道具屋さんかな。まあ特に買いませんと。そう、町の東側だよね、今見てるのはね。東側、入り口から見て、入り口から見て右側だね。よいしょ、猫いっぱい。ごめんなさいね、猫が多くて歩きづらいでしょ、娘が拾ってきちゃうのよ。ただいま、お帰りな。ちょっとこっちに来なさい。な、何？何も隠してなんかないよ。いいから。来たよ、もう2階に行ってもいい。にゃーしゃー、この子はまた拾ってきたのね。だってかわいそうなんだもん、私にはお父さんがいなくてもお母さんがいるけど、この子にはどっちもいないんだよ。私がお父さん、にゃん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 。そのうちにこの家は猫屋敷って呼ばれるようになってしまうわね。ごめんなさい、ちゃんと世話するのよ。はーい。猫いっぱい。
猫飼いたいですけど、私ちょっと仕事で帰ってくるのが毎晩遅い時間なので、ペットのお世話ができないんですよね。にゃーにゃー、飼いたいんですけどね。よいしょ。こう窓から外に出れたりもします。でこの辺は見たから、ここ。ふも。なんじゃ、息子が帰ってきたのかと思ったよ。あんた。息子はお国のために戦っとるんじゃ。しばらく帰ってこんが、きっと仕事が大変なんじゃろう。もう将軍にでもなっとるかの。すみませんね、この人すっかりボケてしまって。息子は軍隊に入るのが嫌で旅に出たっきり、もう10年近く連絡が途絶えてるんですよ。ああ、そっか、旅に出たんだけど軍隊に行ってるとおじいちゃんは勘違いしてるのか。帰ってこないんだね、息子さん。誰だい君は。どこに隠れたんだろう。さっきのかくれんぼ少年の友達だね。ここで洗濯し続けて60年。あ、この人おばあさんかな。ここの水だけは昔から変わらないよ。お城の地下の湧き水が流れてきてるのさ。王様が亡くなった時は心配だったよ。水を止められるんじゃないかと思ってね。でも大丈夫だった。お城の地下で水を管理しているじいさんが、水に関してだけはシャーカーンに一歩も譲らなかったそうだよ。そうさ、あいつは大した男だ。わしの幼馴染じゃよ。ここは涼しいの。その工事の下から冷たい風が吹いてくるんじゃよ。え、冷たい風が吹いてくる。ダメじゃダメじゃ、井戸の鍵がないとあかんわい。数年前に中で迷子になった子供がおっての、確かそこの防具屋の坊主じゃったか。防具屋の坊主。防具屋はこれ、このでかい横長な建物が防具屋。登れない、登りたい。なんだなんだ、君たちはなんだ。キスレブの蒸気野郎を蹴っ飛ばせ、夜間頭がピーピー鳴くぞ、ネジの花がもげるまで、我ら少年遊撃隊、砂漠の平和を守るため。おう。さあ、防具屋もいいですけど武器屋も寄ってみましょうね。ここ入り口はここ。ここは武器屋です。お父さんが軍隊で大変だから、その間私がお手伝いしているの。スナッパーはバルトの武器だけど、いいかな。このあとね、もっといいのが手に入るからいいやって、なんかこのパターン前にもやった気がする。買っておこうか。ちょっとね、この後バルトが一人で戦っていく、イベントというか、まあ、場面があるので、この後フェイが一人で戦っていく場面と、バルトが一人で戦っていく場面がそれぞれあるので、ここは押しまずやっていこう。で、このタイミングで防具もそれぞれ揃えていこう。防具屋さん、これバックヤードだね。お兄ちゃんたら本当に子供なの。いつまでもかくれんぼに夢中なのよ。笑っちゃうでしょ。今もどこかに隠れてるんじゃない？そう、あの子だね。防具屋の子供ってあの子だね。さっきおじいさんが昔迷子になった子がおってのって言ってた、その昔迷子になったのはこの防具屋の、子供で、さっきかくれんぼバッジをかけて戦うって言ったあの子供だね。うちは防具屋だよ。
買う。パワーリング、スピードリングは持っている。パワーリングは使ってないね。レザージャケットとレザーハットを1個ずつ。このぐらいかな。じゃあ装備を整えよう。ちょっとフェイ強めにしてあります。シタンさんが足りないんだよね。ここ。これでバランスはいいかな。シタンさんは防御が少ない分体力高いからね。うんうん。まあ東側はこんなものですと。でどこだっけな、かくれんぼがね、どこだっけな。かくれんぼ少年、まあ一番最初はここにいたので、次が順番を覚えていないな。そうそうそう、結構ね見にくい場所に隠れてるんですよね。ああここかな。ここはまだかな。ここはまだか。じゃあとりあえず教会のブレダイブリク支部へ行きましょう。ここでギアのパーツを買います。買う。なんかあるかな。反応回路、特にいらないな。特に欲しいものはないですね。でエンジンも、型が古いのしかないな。フレームも弱い、走行も弱いですね。じゃあ回復だけで、ヘイムダルさんはフレームだけいいのがあるんですね。で走行は弱いと。でブリガンディアは同じだ、同じだ。でフレームも弱いからこれだけ。はい、奥には何があるんだい。あ、トルーパーだ。なんか作業してるね。よいしょ。ドゥッドゥルルルルッドゥルルルドゥルルルンドゥッドゥルルルドゥッドゥルルルルッドゥルルルドゥ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 ッドゥルルルドゥッドゥルルルドゥッドゥルルルドゥルルルン。ほうほう、ほうほう。さてここはなんだっけ。今西側を探索中です。それでは採掘ギアを5体と採掘人法10人ですな。ああ、なるべく早くお願いする。特に神父は家族のいないやつを頼むぞ。それはもう、家族がいるやつは危険な仕事をしたがらないし、潰れた時は家族への保証やなんか面倒ですからな。そういうことだ。揃ったら連絡してくれ。よろしく頼む。なんだお前たちは。どけ。はあ、ブラックだね。戦争が始まってから頭のいい人間とバカなやつがはっきりしてきたな。バカな今までの商売、バカは今までの商売ができなくて潰れていく。だが見方を変えれば戦争はいい商売になるんだよ。人と物が足りなくなればそれだけ高く売ることができるからな。このカスメが。ねえねえ、お姉ちゃんは結婚するんだよ。ヴァンダーカム少佐って人と。バカ、するわけないだろ、あんなじじいなんかと。クソヤジの商売の道具にされてたまるかってんだ。はんはん、いつかこんな家出て行ってやるんだ。あのですね、僕最初にこの人見た時に、なんだろう、この服着てないのかと思ったんですよ。後ろが全部開いてるのかと思ったんですよ。よーく見るとそういう色の服なんですよね。はい、そういう驚きがありました。服着てないじゃんこの人。
れてないじゃんって。さあさあさあ、ちっちゃい子を探さないといけないです。どこだ。待って、どこに入ろう。ここに入ろう。ここはなんだ。上の息子が軍隊に取られてから寂しくってね、下の子もいつも屋根の上で北の方を眺めているんですよ。北の方にはキスレブ島の国境があるね。無事で帰ってくるといいんだけど、優しい子だから軍隊でうまくやっていけてるか心配でね。上の部屋の花飾りも上の子が作ったんですよ。作ってたんですよ。でも今では私があの子の無事を祈りながら作ってるんです。あ、ここさっきのとこか。うん、花飾りいっぱいあるね。ここから出てこうか。この子ずっと北の国境の方で、僕毎日祈ってるんだよ、兄ちゃんが無事で帰ってこれるように。あ、もちろんキスレブのやつらをいっぱいやっつけられるようにもね。大きくなったら僕もギアのパイロットになってキスレブのやつらをやっつけるんだ。だってそうしないとアベの国を取られてみんな殺されるか奴隷にされちゃうからね。そうでしょ。難しいね。僕のお父さんを殺したんだからやっつけないといけないんだ。そっか。さあ、かくれんぼ少年どこいるんだろう。どこだっけな。ここだ。あ、いたいたいた。いたけど出ちゃった。待って待って、もう一回入るよ。どこにいる。ここ身につけた。井戸に入った時のことを聞きたいの。はあはあ。あ、もうここでこの会話が出るのか。そっか。リハの時はもっと後に出たんですけど、まあ進めましょう。またオイラも子供だったで子供でしょう。流れに従っていれば出れるって最初は思っていたんだけど、途中に柵があって行き止まりになってるんだ。それで仕方なく流れに逆らって泳いだんだ。大変だったのは流れが速くなったり遅くなったりすることさ。タイミングよく泳ぎ切らないといけない場所もあるんだよ。流れの速さが変わるのはね、お城の貯水槽の水門が開いたり閉じたりするからさ。ずっと流れに逆らっていくとお城の地下に出るんだよ。あの時は管理人のじいさん腰抜かしてたな。その後からだよ、井戸の蓋に鍵がついたのは。隠れるには最高の場所なんだけどな。でも初心者には危ないかもね。さすがプロ。え、鍵？鍵ならいつも東の井戸のベンチに座ってるじいさんが持ってるよ。あ、ちょ、長いよ。はい、もう一回話を聞くことになっちゃったのでカットしました。鍵はおじいさんが持っていると。じゃあおじいさんに聞きに行く前にこのかくれんぼ勝たしてしまいましょう。次はね、こっちが北で、そうね、こっちじゃないな。やつはそこではない。確かドラム缶のあるところだ。ここ。あれあれこれずっと聞かないといけないパターンか。じゃあカット。はい、カットしました。じゃあ先に水門の鍵を持っているおじいさんのところに行こうかね。キスレブの朝ぼら系井戸の、あ、違う、井戸の鍵
わしが持っとるよ。こう見えても水道管理組合の会長じゃ。鍵を使って何をする気じゃ。この声負担が大きい。もちろんマリュー救出さ。どうしたどうした、何を動揺している。なんとシャーカーに立てつく気か。はっ、そいつはいい、そいつはいいぞ坊主ども。気に入った、鍵を貸してやろう。シャーカーにヒターは吹かせてやれ。糸の鍵を手に入れた。やったね、これで井戸に入れると。はあ、はあ、若君にはここから侵入してもらいます。で井戸の鍵はもらったから、うん、まあちょっと話が急で分かりづらいんですけども、ちっちゃい子が昔地下水道に入ってこう泳いでったら城の地下の水を管理してるところに出たと。でそこで、じゃあそこを通っていけば城に侵入できるんじゃないか、じゃあ井戸の鍵は誰が持ってるっていうことで、今鍵を持ってるおじいさんに鍵をもらいに行きました。と次はどこだっけな。うんうん、ここかな、ここいた。さあ、で最後がですね、最後がここにいるんですよ。ああ見つかっちゃった。まあ、いった、なんで見つけられるの。おいらもかくれんぼはやめることにするよ。そうだ、このバッジをあげるよ。もうおいらには必要ないものだからね。はい、かくれんぼバッジゲットです。はい、有名なかくれんぼ王の証。さてといったところで、かくれんぼ王の証も手に入れて、で水門の鍵も手に入れたので、このあとはじゃあその水門を使って、水門の鍵を使って地下水路に入って城に侵入しようっていう話をすることができますね。はい。じゃあ今回のパートでやったことを整理すると、マルグレーテを助けるために城に侵入したいです。侵入するためにはどうやって侵入したらいいかを調べないといけません。で街を探索してると、昔地下水路から城に入った子供がいた。その手は使える。じゃあ地下水路を通ろう。でも地下水路に行くには鍵が必要だから、鍵は誰が持ってるんだって子供に聞いたら、管理組合のおじいちゃんが持ってるよと。でさっきマルグレーテを救出しに行くんだって正直に言ったら鍵をくれたので、宿屋に戻ってシスターに、じゃあ地下水路から行けそうだからその手で行こうよっていう話をしに行くところです。といったところで、ゼノギアス実況パート18終わりにしたいと思います。次回パート19でいよいよ、作戦を実行とまではいかないですけど、まあ、直前まで行こうと思います。それではありがとうございました。ちょっと長くなってしまいましたが、ご了承ください。ありがとうございました。失礼いたします。